皆さん、こんにちは。月を仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日は、Kindle で、あっという間に願いが叶う、鈴塾39の法則、仕事編を出版した、えー、エステサロン運営で、ヨモムギムシメーカー代表の、えー、鈴川淳子さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 すごい Kindle で、えー、続編となる2冊目、まあ、実際では3冊出してますけどこのシリーズとしては2冊目 2> はい仕事編そうですあの仕事って具体的にこんな仕事しなさいよとかではなくってあの仕事に向かっている時にいや私自身がやっぱり転職をしていますので <laughs> 本当にまあこの仕事が目的あってしていらっしゃるのかとかまあ向 向かう方向性だったりとか、まあ、仕事に対する捉え方だったりとか、そういったのに気づいていただければいいなという思いで出させていただきました。もう今やね、もうすごい、すごい女性経営者みたいなイメージですけれども。みたいなイメージですけど <laughs> いやいや。今はそうですけれども、ちょっと前までは看護師をされていて。そうです、そうです。 18年ぐらい、まああの、パートタイムの期間も合わせると、丸18年ですね、在籍してました、<の>病院に。看護師、ね、もちろん看護師も素晴らしいんですけど、やっぱりその組織で、ね、勤めの看護師と、実際に自分で起業をして、えさらには人も雇って、お店も作るっていう経営者とは。 かなり能力がやっぱり違うじゃないですかそうですねまずあの圧倒的に休日の過ごし方が変わるんですよね<ー>もうやっぱり事業を自分でやるっていうのは全責任だったり社員の生活もかかっていますし自分以外でもですし支払い事っていうのもぼーッとしてても やってくるわけですよね、家賃だったり。<laughs> なので、あのー、そういったことも含めると、休みだろうが、なんか平日だろうが、休日だろうが、朝だろうが、晩だろうが、ずっと頭の中で仕事のことを考えているというのが圧倒的な違いだったんですね。でそれがやっぱり驚いたことの一つで。っかだから 今はもうそれが当たり前で、まあ、別にそれをこう苦もなく楽しくやれてるところはあるんでしょうけども、うん、初めてやっぱ戸惑いますよねこの会社員から起業する時のこの違いで休みがなくなってしまうじゃないですかそれで自分で多分個人事業主さんで無理をして私みたいに <laughs> あの両方やって倒れる人とかも 出てこられるかもしれないですしあの、苦痛だったら方向性変えなさいよみたいなことも起きてくるし、ということで、やっぱりその、いつ考えていても楽しくて、目的があって、やりがいがあって、まあ、どう仕事について受け止めて、取り組んでいくかによって、もう全然日々の生活、人生自体が違うんじゃないかなというのをずっと思いながら、この5年間、起業してからは5年になりますけど、 思もうなんか休みの日は休むみたいな大体いい普通のお仕事って明日は何もしないぞみたいな、うん、<laughs> それがなくなったっていうのはやっぱり仕事への取り組み方捉え方次第なんじゃないかなっていうのを感じてますそんなことがこの「ヒンドルボに書かれているというねはい たくさんの法則を書いていてますこういうふうに捉えるといいよとかいうコツというかポイントですよね我に変えるポイントみたいなのはあのたくさん書いていると思います。いやなのでこうね個人事業主独立起業して事業個人事業主になってるけど迷われてる方とかが読まれるとといいんじゃないかなと思いますね。 まあやっっててみたらいいっていうのも一つあるんですね、はい、行動ありきだし、はい、チャレンジ精神も大事なんですけどその時に向かう時にやっぱりどう思って向かっているのか、うん、うんうんはや流行りだからやるぞもいいんですけど、うんうん、本当に自分の得意なことでなおかつ24時間こう考えていてもワクワクしていてみたいな、まあ、そんなコツとかをですね何個か。 いいいいっぱ書いている感じですでもねやっぱ僕は鈴川さんの本が何がいいかってこの今は成功してるけれどもめちゃめちゃ瞑想している時期を経験してるってことだと思うんですよね。あの <laughs> 依存型出身なので <laughs> <laughs> いや、まあ。なんかやっぱこういう仕事の、ね、例えば女性経営者の仕事の法則みたいなのだともう。 元からできてるんでしょあなたみたいな人が多いじゃないですか。なんか、謙遜してても、いや、超できてるじゃん、初めからみたいな人が多いんですけど、鈴鹿さんは結構そうじゃない時代を、ね、りね、<laughs> 乗り越えて。ありましたね。もう、もがいて苦しんで、あの、3日間ぐらい寝込んで、もう目をらして、 枕びっしょりみたいな時もあったんですよ。でもずっと考えるから、負のループに入って抜け出せないとかですね。で、私はこんなに頑張ってるのに、みたいな。念にとらわれて人にもでも会いたくないわ、みたいな。なんかそういうことも結構長く続いた時期があってですね。やっぱちょうど7年前、 6年前あたりですかね、うん、ちょうど体調を崩した辺たりはピークだったと思いますでも、ね。やっぱりそこをやっぱり乗り越えて、やっぱり本当に自分がこれはやりたいんだっていうことをやっぱり授業に据えてるから、なんかこう四六時中考えてて休みがなくても、うん、なんかこう、くもなく楽しくできる感じがあるんですかね、きっとね。そうですね私自身の場合は本当に 本当に嫌だと思ったことは熱が出たり <laughs> 倒れたり、途端に全部キャンセルしたくなったり、そういったことが起きるんですね。うん。でもそうじゃなくって、あ、今日もなんか喜んでくれる人がいたなとか思い返してみると、あんな人と出会えたなとか、まあその仕事をきっかけにいろんな面で広がりがあるんですけど。 なのでもう嫌で嫌でしょうがないって、まあ、お勤めでも皆さん苦しいんじゃないかなと、まあ、仕事だからみたいな区切りでやっていると <laughs> 本当に8時間とか正社員さんの場合は <laughs> 費やしていらっしゃるじゃないですか本当にそれでいいんですかって私は18年やってきたので <laughs> 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 もっと早く気づけばよかったとも思ってます。 でもこの本ってきっと会社員の方も読んでも多分いいと思うんですよね。いやめちゃくちゃいいと思います。すね、その仕事の向,かいかなんか向き合い方っていうのも必ず変わってきます。というのも私が勤めてたからやっぱり最初から授業してたわけじゃなくてうん、うん、勤めがなの方が今でも経歴としては長いのでき、うん、っと役に立てるんじゃないかなと思って書きました。 なのでこのね向き合い仕事に対するこう向き合い方考え方とかを変えるとそのねなんかこういい感じで回ってくっていう法則がなんと39そう,そうお金のことも含めてですねはいたくさん書いております結構分量ありますよねあれ <laughs> 結構いや39って言われると結構あっさりしてるように見えて。 結構ね一つ一つがすすごいんですよ結構長い章もありますもんね。そういやだからあのなんか39っていうか100ぐらいの法則があるぐらいの分量ですよね。あの小分けにすれば100ぐらいいけるんじゃないかな。ですよね。うん。すごい凝縮。日焼きページではないので法則ですよね。うん。すごい凝縮されてますよね。いや、濃いかったです いや仕事っってて奥が深いですねと思っていやそしてよくあれだけの文章を書いているなという。いやすごい何、あのー、て言うんだろう書いてる時の振り乱し方でも <laughs> 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 あれだけ集中して書けるっていうことはあ書くことが嫌いじゃないんだなって自分でも思いながら。要はそういうい感じで仕事って 好きなことって最初から拒否するわけじゃなくてやってみてあめちゃめちゃ集中できるじゃんとか,なんか新しい才能みたいな新しい業種っていうのもやっていくと見つかると思うんですよね <laughs> 私がまあ今回本を、ね、書かせていただいたっていうのもそうなんですけど違うところに全然違う才能が宝が自分の宝があったとかそういったのにもつなんかがるんじゃないかなとは思ってます というわけで、ぜひ皆さん、Kindle 本、この概要欄にリンクを貼っておきますので、あっという間に願いが叶う鈴塾39の法則、仕事編、ぜひ読んでいただければなと思います。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい、では、この度ありがとうございました。ありがとうございました。